Igigi was a term used to refer to the gods of heaven in Sumerian mythology. Though sometimes synonymous with the term Anunnaki, in one myth the Igigi were the younger gods who were servants of Anunnaki until they rebelled and were replaced by the creation of humans. Who were they? Where were they from? Igigi は神話の中では時にアヌンナキと同意語で使われているが、イギギというのは反乱を起こし人間が創造されるまでアヌンナキの定位の神であった。イギギというのは誰なのか、どこから来たのか。広島市浜松市ジャパン。ゼカリア詩人はですね、イギギは火星から来た人たちであったというふうに、まあ、半ば常識的に考えていたようです。で、彼が書いた本の一ページにですね、こんな挿絵が載っていました。で、まあ、この中央に、やや右寄りにいる人に注意していただきたいんですけども、火星を6番目の惑星として考えていた。ということで、まあ、詩人は、惑星の順番を捉えていたわけですけどもね。まあ、外側から数えますと、火星は6番目、地球は7番目、金星は8番目となります。でもその説明する挿絵の中に大変気になる、まあ、絵がありましたので、まあ、皆さんに見ていただきますけれども、この絵の中で、まあ、いわゆる星の、まあ、王座に座っている人がいると、それでプラス十字が書かれているということなんですね。まあ、これをどう解釈するかですも、けども、まあ、それを順に今日は考えてみたいと思います。で、これがその挿絵なんですね。で、真ん中に、頭の長い人がいて、両側に人が二人立ってますよね。そして手をかざしています。で、まあ、右から月、太陽、まあ、火星となるわけですね。六本の光線が出ています。六番目の星すなわち、惑星すなわち、火星ということになります。で、まずこの手の解釈からいきますけど、一番右にいるのはこれ人間ですね。で、左にいる人も、なんとなく頭が長い感じがします。まあ、ともかく一番右にいるのは人間だということになります。で、エジプトの壁画ですね、壁画にですね、同じようなものが残ってるんですね。まあ、手を見ていただきたいんですけども、これがですね、古代、まあ、エジプトの挨拶なのか、あるいは、まあ、挨拶ですよね。まあ、こういう形で挨拶をしていたということになるわけです。で、この下の絵は大変興味深いんですけども、中央にいるのが、まあ、エイリアンと思われて、まあ、見ていいわけですね。で、もう一つその先ほどの挿絵に戻りますけども、まあ両側、一番右にいる人間がですね、特に人間がですね、両手を差し出して挨拶をしていると、まあそういうふうに理解するわけですね。それで、月であり、太陽であり、火星であると。まあこのように、まあ詩人は解釈しているわけですけども、この中央の人は誰かということになるわけです。で、もう一つまあ、繰り返しますと、ここが重要なんですね。なぜここでですね、人間がこの中央にいる人に挨拶をしているかといえば、まあ中央にいる人の方が上位だったということを示すわけです。で、まあこういう形で人間がですね、まあエジプトの壁画では、まあ上位にいると思われる人にこのような形で挨拶をしている。まあ上位の人もね、同じように挨拶しているように壁画もありますけども、まあそういうことなんですね。まあ下の人が上の人に挨拶をするということです。で、この人について調べていますけども、頭が長いということでですね、少し前この動画を作って、これはコーンヘッドであると、というまあ結論を出したんですけども、一つ言い忘れましたので、もうここで補足しておきたいなと思うのはですね、まあ、いわゆる顎に当たる部分がですね、頬骨ですかね、それが両側に突出しているということですね。で、これはいわゆるまあパラカスを中心として世界中で見つかっているコーンヘッドの頭蓋骨の特徴と一致しているわけです。もう一度皆さん、まあ今日はですね、まあ火星人についての、いわゆるもっと言いますとコーンヘッドについての結論を出しておきたいというふうに今日は考えましたので、この動画をもう一回編集して、し直してみました。で、この頬骨って言いますかね、これは、まあ人間も出てますけどもね、まあ人間よりも高く出ていて、それ眼光がですね、目の穴がですね、大きいですね。そしてその目の穴がですね、まあほとんど側面部まで届いているということです。人間はここまで眼光大きくないですね。右の、これが右がこれ人間ですけども、比べてみてください。まあ目が大きいと言いますか、眼光が大きいということですね。そして頭は長頭である。まあ知的生物の、まあ進化系ということになるわけです。ということで、まあなんて言いますか、イキキというのは、
火星から来た人、イコールコンヘッドであったということになります。これがですね、今日の結論ということになります。どうか続くビデオ、もう一度ご覧ください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a man from Mars. It's proof and evidence. 超等人間。彼らは火星から来ていた。その証拠と証明。超等人間。別名コンヘッド、あるいはエロンゲイトスカルとも言われています。まず皆さんに知っておいていただきたいことは、火星というのは第6番目の惑星だということです。エイリアンたちは地球の惑星を外側から数えていました。一番外側が冥王星ですね。そして続いて海王星、天王星、土星、木星と続いて6番目に火星がやってきます。ですから第6番目の惑星というのは火星ということになります。ついでながら金星は第8番目の惑星ということになります。では、超等人間の話に戻ります。全世界でこうした超等頭蓋骨が数百個以上見つかっています。頭を縛ってこのようになったという説はもう通用しませんね。で、これら超等人間はどこから来たか。私は数々の状況証拠を重ね、火星から来たというふうに結論付けていました。が、あくまでも状況証拠です。が、今日、物的証拠が出ましたので、皆さんに報告します。ゼカリア・シッチンの書いた本の中にその図がありました。おそらくゼカリア・シッチンも気がついていなかったものと思われます。これらの本は、友人から送っていただいたものです。その中の一冊にその絵がありました。これがその本です。人類を創生した宇宙人。このページにその絵がありました。この赤いところに注意してください。この絵は何かと言いますと、第6番目の惑星として火星が描かれているというのです。左がそうですね。いわゆる6方向の光線の描いた星が書いてあります。それについて、ゼカリア・シッチンは次のように説明しています。6番目の惑星として火星を描写している。ここが重要なんですね。そのシンボル、いわゆる火星のシンボルとして、まあ、6つの星の下の王座に座っている絵が描かれていると。そしてここに、太陽月、そしてよくそれを横切る惑星などが描かれていると。で、プラスというのは、十字形は、いわゆる第12惑星のシンボルだというのです。まあ、それについてはちょっと考えておきますけども、太陽、そして右に月、そして左に火星が描かれています。左の星が火星というわけです。そして、この両側に人が立っていますね。何をしているのでしょうか。それは最後に皆さんに話します。ともかくもこの人の頭を見てください。異様に頭がない、長いですね。そして、ここにいる人は、第、まあ、6番目の惑星から来たということになります。つまり、火星ということになります。で、右の方に世界で見つかっている、いわゆる超等人間の頭蓋骨を皆さんに見ていただいています。この頭と比べてみてください。これでビンゴですね。そして、この超等人間は火星から来ているというふうに示しているわけです。じゃあ両側の人は何かということになりますよね。両側の人は何をしていると思いますか？まあこうした調査ではですね、一見無駄な調査でも後々役に立つものです。以前、エイリアンの手話について調べました。そこで私はこの手話に見覚えがありました。
そうなんです。エジプトの壁画なんです。手を見てください。同じように両手をかざして相手に向けてますね。つまり挨拶をしているのです。挨拶をしているんですよ。で、言いました。Hi, nice to meet you. お会いできて嬉しいですわ。ってね、そのように話しています。ということは、この左の上立っている図の火星人の両側に立っているのは、まあ人間もしくはそれに類する神々だったと思われます。そして中央の火星人に挨拶をしています。これが物的証拠ですね。これで、この超等人間は火星から来たということが裏付けられました。私が今まで状況証拠として挙げてきた説が、これで物的証拠とともに裏付けられたことになります。超等人間は火星から来ていました。ビンゴですね。この頭の長い、特に縦長、超等人間は火星から来た、いわゆる、まあ、居残り、まあ、生き残り組ですね。そして地球残留組ということになります。Initial DNA analysis of Parker's elongated skull was released with incredible results. They contain only one parietal plate rather than two. The fact that the skull's features are not the result of cranial deformation means that the cause of the elongation is a mystery and has been for decades. パラカスの超頭骸骨に関する初期分析が公表されました。それは信じられない結果でした。それらの頭骸骨には二つではなく、たった一つのパリエタルプレート、つまり頭頂板しかなかったということです。頭蓋骨の特徴が頭蓋骨の変形によるものではないという事実は次のことを意味します。つまり、超頭は謎であったし、何十年もの間ずっと謎のままだったということです。今ご覧いただいているのが左上が人間の頭蓋骨です。右3枚はですね、エクアドルで見つかった超頭頭蓋骨ということになります。頭頂板がですね、人間の場合は、縦に2つに分かれていますけども、超頭人間の頭蓋骨はですね、割れていない。つまり、頭頂板が1枚である点に注意してください。右の写真はですね、まあ、こうしたことが話題になる2012年以前に私がストックしておいた写真の中から見つけたものです。注意深くご覧ください。左は人間です。右は、まあ、超等人間の頭蓋骨ということになります。DNA 鑑定するまでもなく、右の頭蓋骨はですね、少なくとも人間のものではないということになります。広し林、浜松市、ジャパン。Why can't people accept the truth as it is? Which is the biggest mystery to me?Don't hide from the truth. Truth is in here. You find it here in this video. 広し林、浜松市、ジャパン。人間の頭蓋骨です。この矢印の方向線に注意してください。人間の頭頂板はこのように分かれています。が、コーンヘッドの頭にはそれがありません。これが皆さん、事実です。どうしてこうした事実を素直に見て、認めて、そして受け入れないのでしょうか。右下が
コーンヘッドの頭蓋骨です。見にくい点があるかもしれませんが、しかしよく見てください。中央の縫合線がありません。つまり、コーンヘッドは少なくとも人間とは違った骨格を持っているということになります。イコールエイリアンということにはならないのかもしれません。つまり、地球同化型のエイリアンということになります。縫合線に注意してコーンヘッドの頭蓋骨を見てください。コーンヘッドの多くにはこうした中央の縫合線がありません。DNA 鑑定するまでもなく、事実が事実を示していると思います。遠い遠い昔、コーンヘッドは火星からやってきました。そしてこの地球に同化したと私、林博士は考えています。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Why can't people believe in what they see? Mystery of humans. Today's story is about a mystery of humans ourselves. Why not we can believe in what we see? But in English-speaking countries, they say seeing is believing.But people very often don't believe in what they see. You know why? One thing I can say here is that they don't like to believe in what they see. But that is not all. When they believe in what they see,The whole ideas in old rooms of their brains would collapse, of which they are afraid very much. People want to stay in the labyrinths of mysteries rather than to make adventures into the unknown world. That is called conservatism. Then I would like to ask youWhich way you choose to go? One is a way to make an adventure with me, or another way is a way to stay in the world as you do now. Okay, here is one example that I can show you now. This is an elongated skull unearthed in Paracas in Peru.This is not at least a human's skull, since it has got only one parietal plate, which is different from humans. Compare the elongated skull with a human's. I say here, seeing is believing. We can't say here now that elongated skullis the one of aliens or extraterrestrial beings. But it is at least not a human's. Today's story is about people who have got elongated skulls with only one parietal plate. These people are called Paracas people who might have come from the outer space.Or we call them ETs. Or I may say here, they are aliens. Do you accept my idea? If not, the door to the new world would be closed as ever before you. Please watch the following videos, for which I thank you very much.謎、また謎。しかし、最大の謎は、実は人間自身なのかもしれません。
古くから seeing is believing。百聞は一見にしかずと言います。しかし、中にはそれを信じない人もいます。見ても信じないのですね。で、今ここにお見せしているのは、パラカスで見つかりました、超等人間の頭蓋骨です。で、これはDNA 鑑定もなされていますけども、DNA 鑑定などするまでもなく、頭の骨を見ればわかるわけですね。いわゆる頭頂板と言いますけども、前から見ますとですね、人間の場合は中央で二つに分かれています。しかし、エロンゲイテッドスカル、超等人間の頭蓋骨 にはですね、真ん中で分かれている線、すなわち、縫合線というものがありません。全体として見ると、人間の方は頭で三枚の、ちょうど頭の中央でですね、三枚の骨が集まっています。しかし、超等人間の方は、それが、後頭部の方ですね、一枚に見えます。これが決定的な証拠ということになります。だからといってですね、超等人間イコールエイリアンというわけにはいかないかもしれません。エイリアンというためには、その間に、いくつかの、ハードルがあるわけですね。しかし、少なくとも、人間ではないということです。もっとわかりやすく言いますと、骨の数が足りないわけですね。いくら変形頭蓋骨だと言ってもですね、骨の数まで変えることはできません。そのことをですね、こうした論文が、今説明しているわけです。で、それについてですね、こうして私が何とか皆さんに超等人間の頭蓋骨の写真を見せてきました。が、驚くべきことに、この超等人間の研究というのは、ほとんどなされて、いなかったわけですね。そして最近になって、このパラカスで見つかった超等人間の頭蓋骨を、DNA 鑑定した先生がいらっしゃいました。そして、その DNA 鑑定の結果、人間とは違うミトコンドリアを持っていた。つまり、酸素呼吸はしていたけれども、人間のものではなかったということです。ということをご理解の上、続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much. Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Elongated Scars and Parkas, an interview with Mr. Brian Forrester.It's my pleasure here to introduce you Ancient Origins, which is one of the most reliable website for the people who know we are not alone on the earth. In this footage, Ms. April Holloway of Ancient Origins conducted an interview with Mr. Brian Forrester, a researcher and author, about the elongated scars excavated in Parcas, Peru.It's also my pleasure that I have had a chance to translate the interview into Japanese on this occasion. I thank you very much. In Japanese, 皆さんこれが超等人間と言われている人間ではない、知的生命体の頭蓋骨です。世界中で発見されています。身長は、1メートル80センチ前後あったと言われています。で、最も信頼のできるウェブサイトの一つが Ancient Origins です。この中でパラカスの超等人間の頭蓋骨のですね、DNA 鑑定を実行した、ブライアン・フォルスター氏との、インタビュー記事が、って言いますか、YouTube で紹介されていました。それを今日はじっくりと日本語に翻訳してみましたのでご覧ください。で、数学的消去法でいけばですね、人間ではないということになりますと、エイリアンということになるんですけども、ここが問題なんですね。人間ではないということは証明できるんですけども、イコール、エイリアンというふうにはならないわけですね。他にもいろいろな細かい可能性が考えられるわけです。これがミスター・ブライアン・フォースターです。
超等人間の遺伝子の解明、ブライアン・フォルスター氏の対談ということになります。まあ、じっくりとご覧になってください。お読みください。Thank you. So, Brian, thank you very much for joining Ancient Origins for this interview about the elongated skulls in Paracas. Some of our viewers will have already seen an interview we had some time ago about various research around elongated skulls. But I'm really enthusiastic about this interview because it relates to a recent announcement you made about some genetic testing that has been done on one of the skulls found in Paracas. So to begin with, could you please just give a little bit of background about the Paracas skulls in particular and what makes them different from other elongated skulls that have been found? Well, what's kind of intriguing is if you look on the internet to any photo, you know, website, and if you put in something like alien skull or human hybrid skull, quite often the Paracas skulls show up predominantly because they are so large in size. Some of them are very natural looking, and also there are so many of them that have been found, which is quite intriguing. So would you say that some of the features that these skulls have rule out the possibility of cranial deformation, you know, processes like head flattening or head binding, which are known to have happened in other cases of elongated skulls? Well, that is the curious point, in that cranial deformation is known to have occurred in many different parts of the world, most prominently about 2,000 years ago, from the Middle East, even Melanesia, Central America. But because I've been intimately engaged with the elongated skulls of Paracas and the Paracas culture in general that died out 2,000 years ago, I've had the opportunity to look in person at numerous of the skulls, as well as hundreds which are in collections all around the world. Mm-hmm. And some of them, I would say possibly between 5 and 10% of them do not show obvious signs of cradle boarding or other forms of cranial deformation, which generally tends to create flat surfaces, either in the forehead or the back of the head. Some of these literally look like they are natural in appearance. And so I've also heard that some of the other features include increased volume and increased weight compared to other skulls. Is that not something that could also happen as a result of head flattening, where, you know, through the process of binding, the size actually increases, or is that absolutely not possible? Well, from the doctors that I've spoken to, they said that you can alter the shape of the skull, but you can't increase the size of the skull, because what the skull is genetically predetermined to have a certain volume, and so it's much like in terms of, you know, the analogy I have is pottery, where you have a piece of greenware, which is a pot which is not quite dried yet. You can alter its shape, but you can't change the volume of it itself. Some people have stated that the reason why the Paracas could have had denser skulls or, you know, be heavier, etc., is the result of their diet or, you know, malnutrition or whatever. And the thing is that they had an incredible diet of seafood as well as terrestrial plants. They probably actually ate better than most of us do today. Mm-hmm. And so the study of these skulls is becoming a lot more interesting now that we have the technology for extracting DNA and analyzing DNA. Before any testing was undertaken, did you have any theories yourself about what might be found? Well, I conjecture anything. Of course, I've had many different ideas, but I've been waiting for actual DNA analysis, and that has taken an incredibly long time, mainly due to lack of funding, and also finding a geneticist who, A, is open to studying this, doing it at a fraction of the normal cost that it would cost commercially. And we importantly, we wanted to do this independently because
going through any governmental or private foundation or whatever would probably result in the results either being deleted or altered or being kept for purposes other than my intent. And my intent simply is to find the truth as to who these people were. Mm-hmm. Yeah. And so can you explain a bit about the testing process that actually took place or has taken place so far? Well, it's a very complex process, and most people don't realize this because they think, well, DNA testing is quite simple now. I can go and have my, you know, a blood sample extracted and be told within a few days, you know, all of my genetic ancestry. But what you have to take into account is the last of the Parakas died 2,000 years ago. And so you're talking about 2,000 years of the degeneration of the material. The late Lloyd Pye, who I was acquainted with, you know, very personally and professionally because of his fascination with this, his analogy is that to take a sample and analyze it from somebody who's living is the equivalent of looking at or studying a crystal bowl because it's, you know, it's complicated and intact. And then he said the equivalent of ancient DNA is throwing it on a concrete floor because it becomes shattered into tiny little segments. So it's only the most recent, sophisticated, extremely expensive DNA analyzing equipment that can take all of those tiny segments and put them back together. So it's been very, you know, very difficult to find someone who would pursue that. We actually have two different geneticists at work, but it happened to be this one who's had samples for more than 2 years who has given me this initial result, which completely shocked him. And so the thing most people really want to know is what exactly was found in that initial result. Yeah, and basically what you know, what I can say is that he speculates that there are segments of the DNA of the Parakas which do not match anything in GenBank, which is the genetic database located in the United States that contains all known genetic DNA information. So he said there are segments which don't seem to be any haplotype of a human that we know of, also not related to Neanderthal or any other human-like being that has been studied so far. Quite incredible, really. But now you have emphasized that this is phase one or stage one of the testing. What then is the next stage after this one? Is it possible that this result is contaminated or it's not accurate and that further stages may reveal something different? It is possible. However, you know, this person who lives in the United States and has a doctorate, he does a lot of contract work with the U.S. government, so clearly the government wouldn't choose someone who was flaky or a sensationalist. He's taken a lot of time. It's been more than 2 years for him to give us the initial result of one sample so far, but he does have samples from three different skulls from Parakas, and so what I'm hoping is that this, and the reason that why I released it, this information, is to try to generate interest from the public so that we can do a fundraiser in order to be able to study the other two skulls as well as other samples from the three skulls themselves so that we can replicate the tests as many times as possible to see whether or not this is an anomaly or whether it's something which is truly mind-blowing, I guess is the term. Yeah, exactly. And is it possible, the fact that it doesn't match anything in the gene bank, could it be that this is just a one-of-a-kind mutation, a mutation that hasn't been seen before and is just unique to that particular race of people? It could be, but again, the whole study is so new that, and the Parakas are very mysterious people. Nobody has really studied them for about 70 years. The people who study them now study their textiles, but the whole idea of the fact that their skulls seem to be of a different shape has been dismissed in general as simply
being cranial deformation, but in fact nobody knows where the Paracas people came from. They lived on the coast of Peru, and through my studies, I believe that there's a certain percentage of their ancestry that comes from another part of the world, because they also, amongst the royalty, seem to have had reddish-brown hair, which is not a Native American characteristic, and they were reasonably tall. Some specimens we found were 5 foot 10 to 6 feet to even taller in height, and that's quite atypical of a Native American person 2,000 plus years ago living on the coast of Peru. Mm-hmm. And so what is your opinion about these findings? Do you have a view about what this actually means, this result? Well, the theory I'm developing is that the Paracas are a mix of different types of people. The area they chose to live 2,000 years ago was much lusher than it is now. It would have been a perfect place to for a society to live in terms of food production. The fact that they had totora reeds and still have totora growing on the coast of Peru meant that they were capable of building not only little boats, but probably large ships out of reeds. They had cotton to make sails, and they could have been great seafarers. I also believe that the famous Nazca people, who also occupied the area after the demise of the Paracas, could literally have wiped the Paracas culture out. Their knowledge absorbed some of their, some of their people would have interbred with the Nazca, but elongated skulls disappear in the Paracas area 2,000 years ago, and that corresponds with the arrival of the Nazca, who were a very warlike people. And so you say a different sort of mix of people. Now, the thing on everyone's mind is, are these skulls alien? Are they extraterrestrial? When you say a different mix of people, do you think there's a possibility that, a race of beings did arrive in this part of the country and perhaps bred with humans? What's your view on that? Well, I'm open to the idea. The thing is, I don't want to go too far in that direction yet because, again, we've only had an initial result. But due to the fact that the geneticist has found segments of DNA which don't correspond to anything, I think it's doubtful that they're a separate breed type of humanity, because where would they have come from? Mm-hmm. And again, the strange thing is this predominant aspect of these elongated skulls amongst the royal family is very, very odd. So future sampling, future results will either reinforce or dismiss the result we have. But I think we're looking at something very intriguing, and I don't I don't dismiss the idea of there having been off-planet either intervention or something. And Lloyd Pye was very strong with that idea. He simply said, these are not human beings. Mm-hmm. And speaking of Lloyd Pye, are you sort of carry forward the research he was doing, or do you know what is being done about the research that was being undertaken by Lloyd Pye? Yeah, several months before his death, he passed the Star Child skull and the information on to a group of people because he knew he was ill. He wasn't sure if he would recover, and so they are they're doing major fundraising. They've done a lot of genetic analysis, which people can see on Lloyd's website. The thing is, people really have to spend the time to read all of the information, because you can't get a full picture of what the Star Child is or was, through 5 or 10 minutes of reading. There's been a lot of money and effort spent on Star Child. And the unfortunate thing is there's only one Star Child, whereas there are hundreds of Paracas skulls. I mean, it's amazing. And the access is quite astonishing, too, because being related with the Paracas History Museum, I've assisted in building up the collection to 40 skulls so far, and we are very open to researchers from around the world coming, whether they're doctors or
geneticists or whoever, because we honestly want to get down or get to the bottom of this, and any outside help is very greatly appreciated. Well, I guess the quantity really opens up the possibility to replicate these, you know, results and keep everyone happy by doing those extra studies, having different researchers using different skulls, because then whatever the result will be a lot more convincing after all that replication has been done. Yeah, that's exactly it. And any scientific test means that you have to be able to replicate it. And that's why, again, this is an initial, you could even call it teaser result that I sent out to the public. Also, a number of individuals assisted me in raising $7,000 for testing, and I wanted them to know 2 years that we actually did have something, that the money wasn't absconded or blown on anything. It 100% went into it. We also have another geneticist working on completely other samples as well. That's Dr. Melba Ketchum from Texas, who, of course, is embroiled heavily in Bigfoot studies, which is she's got a lot of flack from, but I still believe in her, and there may be another one or two genetic study organizations that may come on board with us. And so the more that do the analysis and the more cross-referencing we can do, the better for this whole project. Mm-hmm. Yeah, great. Now, there are a lot of people out there who are skeptical. You know, they do sort of question or they want to see these results firsthand on paper. They want to know, you know, the name of the geneticist, the name of the institution, and they do become suspicious when some of these details aren't yet available. How would you address those concerns? Well, I have actually spoken with the geneticist about it, and he has said that he will be willing to address the public about this, but not after one test, because it's too easy for skeptics or whoever to rip his information apart. And so as a scientist, he wants to make sure that he's done several replications, and then when he's comfortable, then he will come forward himself and discuss what it is that he believes we're looking at. Okay, that's great. That's very positive. So moving forward from here, what's the time scale relating to further testing and also the fundraising process? I mean, if somebody did want to get involved in this, what could they do? Well, at the moment, I've been in discussions with someone who wants to set up an Indiegogo campaign about this, and I've been discussing with him for about 5 months, but the timing hasn't been right because we've been preoccupied with other things. So probably within the next 2 or 3 months, we will set up a campaign very specifically targeted to very specific things. We'll have a complete list of where any funds will go, completely itemized. I will get nothing from it, just as I've received nothing financially from the previous fundraising that we did. And other samples have recently gone to the geneticist from a third party, and I'm still waiting for some kind of result from Dr. Melba Ketchum. She's trying to actually get at least one, if not more, laboratories in the U.S. to do complete genome studies, which is very complicated and technically would cost an absolute fortune, upwards of at least $100,000. So we're hoping that other geneticists will be able to volunteer their time and the use of their equipment for the good of, you know, basically we're doing this for the good of humanity, not for any kind of personal benefit. Yeah, I mean, the knowledge is incredibly important, regardless of what these skulls end up being, human or otherwise. It's still incredibly important for unraveling the history of our past. These are obviously an incredibly mysterious group of people. Well, definitely. And the thing is, since elongated skulls have also been found amongst the Olmec of Mexico, also in, not necessarily, people have said Russia. It's not really Russia. It's actually the area of Georgia and that area, there's quite a number of elongated skulls have been found there that date back about 2,000 years. And actually, I've been mapping where
these, where this process has existed all over the world. And so what I'm trying to do is try to set up some kind of concept of migration pattern, or in fact, were these different groups genetically related? We don't know yet. It's an ongoing procedure, but I'm very thankful that you wanted to cover this story at this time, because we're at the beginning, and any time that I get more information, I'm more than willing to share it with you. Well, thanks very much, Brian. We really appreciate you, informing us of everything going on, and we really look forward to the updates that you provide as things progress. Well, thank you, and your organization, Ancient Origins, is a phenomenal success. I'm very much a fan. Many other people are. You're growing very rapidly, and it's wonderful that such a group as yourselves are presenting this information to a global audience, because in the past it's always been little, small groups of people trying to do what you're attempting, and you're doing an incredibly good job at it. Well, thank you very much. Really appreciate it. My pleasure. Mr. Brian Forster and Ancient Origins, thank you very much for your effort. ということで、どのように判断なさるかは、私たちの問題ではないかと思います。ということで、これを確たる証拠と言わずして、何というかという問題なんですね。そういうことも含めまして続くビデオをどうかご覧ください。See you again next time and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. This is an alien and it's conclusive and physical evidence. Ladies and gentlemen, this is an alien. Here is...The evidence. 皆さんこんにちは。今日はエイリアンがこの地球上にいるという決定的かつ物理的証拠をお見せいたします。これはですね、半年以上も前に私が調べたエクアドルの、他のことで調べてた写真の中に混ざっていました。この頭蓋骨がこそがですね、まさにエイリアンです。そしてこの地球にエイリアンがいるという物理的かつ決定的証拠です。皆さんご覧ください。これはエイリアンです。人間ではありません。人間ではないということはエイリアンです。見つかったのはエクアドルです。どうしてこれがエイリアンかと皆さんお思いになるでしょ?実はですね、頭頂骨が1枚でできているからなんです。これは人間の頭蓋骨です。左下はエイリアンの頭蓋骨です。人間は頭頂骨が3枚より合わさってできています。しかし、エイリアンは1枚しかありません。このライン、方向線って言いますけども、方向線を見比べてみてください。エイリアンの方にはその方向線がありません。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you.Hello, this is Hiroshi Hayashi and Kemiya, Japan. A scar in Tonkarin, cranial deformation in Japanese. Kemiya さんからですね、トンカラリンの近くで変形頭蓋骨が見つかった。超頭頭蓋骨ではないかという連絡をいただきました。それについて調べてみました。で、そのビデオも見てみました。で、超頭人間、コーンヘッドとも言いますけども、頭蓋骨は全世界で見つかっています。私が最初に知ったのはこのコーカサスですね。で、まとまって見つかっています。それから最近見つかったパラカス。というか、このパラカスの頭蓋骨は最近ではありませんけども、DNA 鑑定がなされました。それから、ナスカでも見つかりました。
アタカマ、エジプトでももちろん見つかってますけども、ツタンカーメン家族は、このような超等人間であったというふうに言われています。それから場所わかりませんけども、ロシアでも、それから全世界であちこちで見つかっています。で、日本でも、まあ、見つかったということになるわけですね。で、これがその変形頭蓋骨ですけども、これは果たして何なのかということなんです。この頭蓋骨の特徴はですね、顔の前面部が、まあ、ぺしゃんこになっていると言いますか、普通ではないということですね。で、まあ、ビデオの中では、なんかこう板のようなものを当てて、そしてまあ、変形させたんだというような説明がなされていました。じゃあ、コンヘッドとヒューマンはどこが違うかということなんですね。ちょっとこの絵では見にくいんで、写真いろいろ探してみたんですけどもね、真上からの写真がないんですね。で、私これ自分の書いた本の中から、撮りました。このように3枚に人間の頭っていうのは、頭蓋骨っていうのは、真上から見ますと3つに分かれてるんですね。いわゆるその、頭頂骨が中央で2つに分かれているわけです。これがまあ人間の頭蓋骨なんですけども、コーンヘッド、いわゆるまあ超等人間の頭蓋骨には、その今言いました中央のラインがないんです。縫合線って言いますけども、それがないんですね。で、このあたりにその縦の縫合線があるはずなんですけども、ないんです。これが超等人間の特徴なんですね。で、この、もう一つ、まあ、こんな頭蓋骨もあるんですけど、これをその、変形させるといっても限度がありますからね。で、まあ、この頭蓋骨も、まあ、人間の比べてみればわかりますよね。まあ、変形させるといったって、ここまで変形して骨が発達するんだろうかって疑問もありますけども、これも、この超等頭蓋骨も中央に縫合線がありませんね。皆さん自身でご確認ください。これがコーンヘッドの特徴なんです。DNA 鑑定するまでもなく、明らかに私たち人間とは違った、まあ、DNA を持った生物体である。まあ、もっと言えば知的生物体であるということになります。で、パラカスで見つかったコーンヘッドマン、すなわちイロンゲンティというスカールについてはですね、すでに DNA 鑑定が終わっています。その報告が、まあ、発表されているんですけども、それはまさに驚くべき内容のものであったというふうに、この報告書は最初に書いています。で、これをずっと見ていきます。まあ、この続くビデオの中でもう一度説明すると思いますので、ここでは簡単に、まあ、見てください。まあ、パラカス頭蓋骨はですね、今までは板で挟んで、変形させたというんですけども、それだけでは説明できないと。25% も大きく、90% も重いことが分かったと。そしてこの次なんですね。頭頂骨には2つではなく、1つのパリエタルプレートというんですか、頭頂板しかなく、先ほど説明しましたように、2つがよりあさって、じゃなくて1枚しかないということですね。ですから真ん中の中央のにあるべき縫合線がないわけです。これがまあ、パラカス頭蓋骨の特徴であり、また人間でもない霊長類でもないミトコンドリア DNA を持っていたと。まあ、酸素呼吸はしていたけども人間ではないということですね。まあ、ここまではっきり分かっているわけです。そしてまあこの報告書はですね、人間とは交配できなかったということは、まあ、性行為をしてもですね、妊娠出産には結びつかなかっただろうと、そういうふうに結論付けています。これがパラカスの、ペルーのね、ナスカの近くですよね、サンサの大食堂のすぐ近くですけども、そこで見つかったものです。結論から言いますと、まあ、トンカラリンの近くで見つかったこの変形頭蓋骨は、その、まあ、なんて言いますか、コーンヘッドマンとは一線を画すと言いますか、違ったものである、イコール人間のものである。まあ、変形させられたかどうかということはまた別問題であり、私には興味がありません。ということで、まあ、ケミヤさん、報告を終わります。Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye! Hello, this is Tube Store, Matabe, and edited,by Hiroshi Hayashi, Corn Head Man in Japan. 超等人間は日本にも来ていた。
チューブストアさんとマタベさんから大変こう、まあ、重要な情報が寄せられました。コーンヘッドマンは日本にも来ていた。その証拠と、そしてコーンヘッドマンはエイリアンであった。その証拠と証明です。これがチューブストアさんが送ってくださった写真ですけども、この写真はまあコーンヘッドマンですけども、どこの写真かわかりませんが、わかりませんが、それは重要ではありません。この頭を見てください。で、チューブストアさんが言うにはヘルメットなのか、ということなんですね。まあ、像の感じからして日本の像でないことは確かですけども、これは、マタベさんが送ってくださった、写真ですけども、これは戸田市ですね、から発掘された南原遺跡というんだそうですけども、そこから発掘された写真、土偶ですね。ごめんなさい、埴輪です。埴輪ですよね。で、柴又八幡神宮で発見されて、そちらに、ごめんなさい、陳列してあるそうです。で、この二つの二枚の、てか、チューブサーさんと又部さんの写真を見てですね、まあ、いろんなことに気がつくわけであります。まず、第一にこのエイリアンは地球へ来ていたということです。そしてこのエイリアンはですね、共通のヘルメットを被っていたということなんですよね。まあ、それはこれから、おいおい説明していきますけども、これはヘルメットなのか、デザインが円形や円理のね、頭と似ていると。確かにそう。これは右の方はイシュタール。すなわち、エジプトではマリ。それからヘブライ語ではマリアですね。はい。これがですね、曲線をカーブを見ていただきたいんですけども、明らかに、なんて言いますか、明らかにというか、まあ、明らかということは、警察に使えたかありませんけども、ヘルメットですね。で、髪の毛は下の方にあるっていう感じですからね。あるいはこれ全体がヘルメットかもしれません。というのは、人間型のね、顔をしたヘルメットを被ると。そういった事実もいろいろ浮かんできています。ですから、顔だけ見て、あ、これ人間だっていうふうには判断なさらない方がいいと思います。で、これはですね、エンリルからある王がですね、シュメリアン、真ん中の生命の言ってですけども、神剣を渡されているということですね。丸い輪に短冊がついています。前方後円符の形ですよ。そしてこれをイナンナ。これはイシュターのことです。これは別の絵なんですけども、延期がです。これ延期と書いてありますけども、説明にはね、エンリルってことになりますよね。エンリルが神剣をイシュタール。なあち、イシュタール、イナンナに渡しているところです。名前はいろいろ変わるんですね。この女神はですね。それはケイミヤさんが教えてくださいました。で、まあ、これもイナンナ、イシュタールです。で、この頭をここで見ていただきたいんですけどね。まあ、この黄色いのは、神剣は和と、それから短冊です。で、この頭を順に比較してみますと、皆さん同じだということにお気づきになると思います。だからコンセプトが同じなんですね。なんていうのかな、ふにゃ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 と波のようなものがくっついているということなんですよね。そして、それと、またこれがシュタール、いわゆるイナンダですね、の頭と比べてみてください。これでも決定的ですね。これはエイリアンのヘルメットであると。いわゆるアヌー王たちのね、息子たちと、そしてその孫娘のヘルメットであるということは、これで証明されました。それから今度はエイリアンの証明をこれからしなくちゃいけませんので、それにはこのダヴィンチの描いた絵を見てください。ダヴィンチ、左のがダヴィンチです。で、右にいるのがコーンヘッドマンですね。仲良かったんですね、この雰囲気からして。で、頭をこう比べてみてください。同じだということにお気づきになると思います。いわゆる超等人間、コーンヘッドマンです。で、これはブルガリアにある、ソフィアにある、アレキサンダー・ネフスキーという、寺院です。その中に、こうした2枚の絵があるんですけどね、左側の絵が古い、というか、右の方が修復されたのが新しいのかよくわかりませんけども、この真ん中、色とこのビショップの顔を見てください。鼻が低くて、そして、なんて言いますか、頭が長くてってことに、わかりますね。これがコーンヘッドマンです。手が異常に長くて小さいです。腕が長くて手が小さいです。これがパラカスで見つかったコーンヘッドマンです。で、これは DNA 鑑定がすでになされています。これが柏柴又で、の八幡神宮にある、超等人間ですね。やはり比べてみますとお分かりのように頭が長いことわかりますね。
いわゆる超等人間は日本へも来ていたということです。これが事実の証明ですね。超等人間は日本にも皆さん来ていたんですよ。そして重要なことはですね、このコンヘドマン、超等人間は人間ではありませんでした。明らかに人間とは違う DNA を持っていました。その鑑定の結果も出ています。エイリアンは皆さん存在するんですよ。これを証拠と言わずして何というかということで続くビデオをどうかご覧ください。皆さんも納得してくださると思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Today's story is about again, long-haired men. I say, long-haired men are not at least humans, but most possibly, long-haired men were or are aliens. This is a story about it. In Japanese, Makote-san という方からですね、こんなメールをいただきました。ペルーのパラカスの超等人間の DNA を調べたらですね、まあ、人間とは全く違っていたということが分かったというんですね。で、そのホームページを紹介していただきましたので、今日は皆さんに紹介いたします。Ancient Origins というホームページなんですけども、そこにこんな論文が出ていたんですね。そして、パラカスというところですね、まあ、サンサの大食材のすぐ近くですけども、そしてペルーのナスカ平原のすぐ近くです。のパラカスというところで、まあ、そのロングヘッドの、頭蓋骨がたくさん見つかっているんですね。で、これがその一つなんですけども、この DNA を調べたら、なんと人間ではなかった、少なくとも人間ではなかったということが分かったというんです。まあ、それを翻訳しましたので、それを読んでいただければいいんですけども、それは信じられない結果であった。で、パラカスというのは今言いましたように、ペルーのですね、南海岸、インカ地方のピスコ州にあると。先ほど言いましたように、サンサの大食台という、まあ、丘に書かれた食台があるんですけど、その近くですね。で、そこに、まあ、たくさん、まあ、長い頭を持った個体、まあ、人間とは言ってませんし、人とも言ってませんね。individuals、個体と表現しています。で、それを パラカス頭蓋骨って言うんですけどね。その DNA を分析しましたら、まあ、実にこの不可解な頭蓋骨についてですね、その初期的な情報が公表されました。日付はまだごく最近ですね、2014年の2月5日ですから、まだ6日前ですね。全く新しい情報です。で、まあ、昔はですね、昔というかその、ソジャン地方ではですね、頭に板を挟んだり、板で頭を挟んだり、布で巻いたりして、長いロングヘッドを作ったような習慣もあったんですけども、そうでない骨もあるわけですね。そしてそれを調べましたら、25% 大きくて 60% 人間よりのそれよりも重かったということが分かったというんです。まあ、これは大変な事実ですね。ということです。まあ、しばらくその論文をお読みください。
ということで、このパラカスのロングヘッドマンのこれが復元図です。この復元図を見て、私は一枚の絵画を思い出しました。まあ、この顎のがっしりしているような感じ、それから頬骨に特徴があるんですね。ダ・ヴィンチの絵にもこれがあったような気がしますね、この顔が。で、この顔を、まあ、見てですね、まず思い出したのが、と言いますか、まあ、これがロングヘッドマンのロングヘッドなんですね。頭は大きいわけです。まあ、人間の進化系ですよね。人間もやがてこうなるだろうと思うんですね。母親の賛同が、奥さんが限定されてますから。ここなんですね。アレクサンダー・ネフスキー、時代聖堂ですね。ブルガリアにある。ここに一枚の絵画があるんですよ。これはもう何度も紹介してきましたが、ここにその男の人っていうのがいるわけですね。空には UFO が飛んでます。で、この顔なんです。ね。今カラカスで見た頭蓋骨の顔と、まあ、復元図ですよね。比べてみてください。顎、頬骨、もちろん頭が長くて大きい点ですね。似てると思いませんか？似てるんですね。これもし同一人物だとしたら、どういったか同一種類だとしたら、謎が大きく解けますね。これがキング・ツタンカーメンの妹です。あ、お姉さんですね。そしてこの頭、似てますね。ロングヘッドマンは実在しました。これらの骨がその証拠です。世界中で見つかってるんですね、これが。で、以前は頭に布を巻いてこういう頭を作ったんだというふうに一部の学者とか主張してましたけども、その説はもう崩れましたね。世界中で見つかっている以上、もうそんな説は通りませんね。当然、って言いますか、これはロシアで見つかったロングヘッドマンの骨ですけども、大量に見つかってんでね、コーカサスです。もちろん日本にもロングヘッドマンは来ていましたね。福六十です。福六十ですね。私、この福六十というのはロングヘッドマンであったというふうに確信しています。日本へもエイリアンが来てたということですね。まあ、最後に、カラカスがどこにあるか皆さんに お見せした上でですね、以前作りましたビデオを紹介させていただきます。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!